5フィート6インチ機関は後期の一種である。インド、パキスタン、バングラデシュ西部、スリランカ、アルゼンチン、チリ、アメリカカリフォルニア州サンフランシスコ米エリアにあるバートで採用されている。北米ではポートランドゲージ、またはテキサスゲージと呼ばれている。カナダでは地方ゲージとして知られていた。それ以外ではインド機関として知られている。 5フィート6インチの期間の鉄道は一般の乗客が乗車できる世界で最も広い期間の鉄道である。インドでは最初の貨物鉄道路線は標準機で構築された。1850年代、グレートインド半島鉄道はボリバンダーとターネの間のインドで最初の旅客鉄道に5フィート6インチ期間を採用した。その後、 この期間は、インド全国の鉄道網の標準として採用された。今日のインドの鉄道は、主に1 6 7 6ト、mm、ルの後期で、延長12万キロメートル以上ある。ほとんどの狂気の鉄道は、後期に変換され、さらに狂気で残っていた、鉄道網の短距離の視線も、後期に変換されている。高速輸送路線は、ほとんどが標準機であるが、 一部の初期に構築された路線は1 6 7 6ト、mm、ルの後期を使用している。バングラデシュ鉄道には1 6 7 6ト、mm、ルの後期とメーターゲージの路線がある。後期の鉄道網は主にブラマプトラ川の西側にあり、メーターゲージの鉄道網は主にその東側に存在する。ボンゴボンド橋は川を渡って両方の鉄道網を結ぶ。 鉄道道路併用橋であり、鉄道路線は3000基上となっている。パキスタンでは、現在、すべての営業路線が、期間 1676mm の後期である。スリランカでは、現在、すべての営業路線が、期間 1676mm の後期である。1676mm の後期の鉄道は、スコットランドで初めて使用された。 ダンディアーブロース鉄道とアーブロースフォーハー鉄道の短距離の孤立した路線であった。その後、両方の路線が標準機に改め機された。カナダは1850年代に最初のイギリスの植民地となり、1676ミ、mm、リメートルの後期を使用した。カナダでは地方ゲージとして知られていた。しかし、1836年のシャンプレイ セントローレンス鉄道1847年のモントリオールアンドラシーン鉄道を含むカナダ初期の鉄道は標準機で建設された。カナダとアメリカで運行していたグランドトランク鉄道は1676ミ、mm、リメートル期間の鉄道であったが1873年標準機に改め機された。ザグランドトランク鉄道は ケベック州モントリオール本社から運行されていたが、事業本社はイングランドのロンドンにあった。ケベック州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州で運行していたセントローレンスアトランティック鉄道は1873年に改めきされた。カナダの鉄道が 1676mm の機関を採用したのは1812年に生じた米英戦争が 当時まだ新しく記憶に残っていたため、アメリカの鉄道の機関と意図的に異なるものを選択したという長年の噂がある。ただし、これを裏付ける証拠はほとんどなく、この話は1800年代後半からの単一の主張に由来するようである。米エリア高速輸送システムはアメリカ国内で運行している唯一の 1676mm 機関の鉄道である。 システムを設計したエンジニアは、鉄道ではなく、航空宇宙をバックグラウンドとしており、他の自治体が模倣する最先端のシステムを作ることを意図していた。ニューオーリンズオペルーサスグレートウェスタン鉄道は、1872年まで、機関1676ミ、mm、リメートルの後期を使用していた。テキサスニューオーリンズ鉄道は、1876年まで、 期間 1676mm の後期を使用していた。ケベック州、バーモント州、ニューハンプシャー州、メイン州で運営されていたグランドトランク鉄道の前身であるセントローレンスアトランティック鉄道でも 1676mm の後期が使用されていたが、1873年に改め記された。グランドトランク鉄道に接続されたメイン州の いくつかの鉄道も1 6 7 6ミ、mm、リメートル期間の鉄道であった。アンドロス・コッキンケネベック鉄道とバックフィールド支線は後2871年に標準機に変更したメインセントラル鉄道に併合された。この機間を使用するアメリカの唯一の路面電車はメイン州フェアフィールドで運行しているものであった。 アルゼンチン国鉄の老線網は主に 1676mm の後期である。1676mm の鉄道のほとんどは国土の南部にある。イベリアゲージとはほんの 8mm の広いだけで極めて類似しているで車両の互換性を可能にしている。例えば近年、チリとアルゼンチンはスペイン、ポルトガルのイベリアゲージの中古車両を購入した。 1668mm の列車は、そのまま 1676mm の機間の線路を走行できるが、高速走行でより良い安定性を得るには、車軸の交換が必要になる場合がある。イベリアゲージの線路 2676mm 機間の列車を走行することは可能であるが、走行例やデータはない。線路側の機間が狭いため、車両の車軸を交換しないと、 車軸の摩耗が激しくなる場合がある。1フィートイコール304.8ミ、mm、リメートル、1インチイコール25.4ミ、mm、リメートル、5フィート6インチイコール、5×304.8 プラス625.4676ミ、mm、リメートル。ありがとうございます。